席。ここは伊勢鈴鹿の席として、天智天武の時代にはすでに席が置かれていました。美濃の不破の席、越前の荒地の席とともに三軒と呼ばれています。もちろん地名もこのことに由来しています。この三軒は非常時に閉ざされました。壬申の乱672年では、大海人皇子が鈴鹿の席を閉ざしています。話は変わりますが、関宿の夏祭りに出る山は非常に立派でした。そこで、これ以上のものはないという意味で、関の山が使われることになったそうです。また、山が建物ギリギリを通過するので、これが限度の意味で、関の山が使われたという説もあります。ただし、私の感覚では、今日使われる関の山は、どうにかのレベルをなんとかクリアしているということで、どう考えても、最高級というニュアンスはないと思います。